違いがあるんですよね。違いがある。どういう違いがあるんですか。日本とかの文化が好きなんです。好きっていうか、なんか好きすぎて、オタクみたいな。どう？あー。オタクですね。Hello and welcome。はい、皆さんこんにちは、大牛とカエルです。はい、というわけで今回もね、カエラさんとね動画を撮っていきたいと思うんですけど、僕たち普段からいろいろね話するじゃないですか。うん。さっきちょっといろいろ話していて、オタクとかの話なんですね。うん。オタクってこうやって言うよねみたいな。うん。英語だってこう言うよねみたいな。で、英語でこう言うよねっていうやりとりから結構面白い話になってね。うん。まあついでならちょっと動画撮っとこうということでカメラ回してるんですけど、まず最初にそのオタク、英語でまあ言い方いろいろあると思うんですけど、うん、よく聞くのは一つ目は nerd、ね、N-E-R-D、うん、nerd ですね。あとは geek、うん、G-E-E-K ですね。うん、でこの二つがあるんですけど、うん、なんか違いがあるんですよね。違いがある、うん、どういう違いがあるんですかね。まあどちらもオタクなんだけど、うん、ナードは勉強系、うん、はいはいはい、勉強系、歴史とか、なるほど、科学とか、うん、なんかそういう系の、うんうんうん、ギークは、はい、例えばゲームとか、うん、動画とかドラマとか、うん、そういう何かそういうものに詳しい人、うんうん、なるほどなるほど、すごい、うん、なんか夢中になってる人、なるほどなるほど。だから nerd の方がちょっと勉強的な感じがするっていうことですね。そう、だいたいそういう違いがある、うんうんうん。だからなんか科学者とかサイエンティストとかはどっちかっていうと nerd に近いのかな。そう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 、うん。で、ギークって言ったら、いわゆる僕たちがイメージしてる方なのかな。日本で言ったらパソコンだとこうすごい詳しくて。うん。でもパソコンだと、そういう、パソコン自体が夢中だったらなるかもしれないよ。うん、ああ、なるほどね。パソコン作りとか、パソコンのそういう、うん、あの、なんていうんだろう。はい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 。アプリ作りとか、うん、そっちもなるかもしれないよ。うん、これ、例えば、なんかジャニーズって日本あるじゃないですか。ああ。それにめっちゃハマってる人はギーク。どっちかっていうと。あんまそういう言い方しない？ジャニーズは何？なんかジャニオタって言うんですよ。ああ、そっか。イメージ的にはこういうサイエンスフィクション、うんうんうん、とかファンタジーとか、うん、ロード・オブ・ザ・リングズとか、うんうん、スター・ウォーズとか、うん、そっちの方がギークなイメージだけど。ああ、じゃあビッグファンのジャニーズとかなのかな。でも、どうだろう。音楽でギークはあんまりないな。ああ、ないんだ。うん。でもなんかあの昔、グリーっていうね、うん、あのドラマあったじゃないですか。そう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 。あれでなんか言いましたよね、グリーのファンのことを。グイークみたいな、ギークとグイーク出して、グイーク、あー、あー、面白いね、それ面白いよね、うんうん、それはドラマだから、あー、なるほどね、ドラマで、うん、あー、ドラマだったら、うんうんうん、音楽だけじゃないんだ、うんうんうん、なるほど、音楽だけじゃなくてドラマとかも込みだったら、まあ、ギークと言えると、うん、いうことですね、うん、なるほど、なるほど。で、音楽だったら、例えばアメリカとかオーストラリア人が日本の音楽とか日本の文化にすごい興味があって、それはまた違う言葉だよ。ギークとかナードじゃないんだよ。あ、その日本とかの文化が好きな人？好きっていうか、なんか好きすぎて、うん、あの、オタクみたいな感じ。へぇー。日本のオタクみたいな。あ、日本のオタク、日本オタクみたいな。そう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 。え、それは？ウィーブ。あんまりいい意味じゃないんだ。気持ち悪いぐらいの、興味がある。なるほど、なるほど。ポジティブじゃないような。ポジティブじゃない。なまあ、日本でね、最近はオタクっていうといいイメージになってきた。そうなの？なんか、歴史オタクとか言ったら、あ、なんか別に全然歴史めちゃ詳しくて、すごい人みたいな感じです。あ、で、前までだと、なんかね、オタクって言ったら、ちょっとまあ、ネガティブなイメージもあった気がするんですけど、最近はちょっと何かにすごい詳しい人みたいな。あ、ちょっといいイメージになってきてる気がするんですけど。うんうんうん。英語はどうですか？英語も同じだと思う。同じ感じ。もう10年、20年前ぐらいだったら、うん、ナーとかでいい気だったらすごいなんか、うん、嫌な、なんかネガティブ、うん、なイメージだったんだけど、うんうんうん、最近はすごいいい意味で。ああ、そうなんだ。面白いね。変化が同じなんですよ。そうそうそう。なんか昔は、うん、そういう頭のいい人が、うん、よくバカにされてた。なんか多分、オーストラリアとアメリカは結構こう、体を使って、でこう仕事する人がすごい尊敬してるから、なんかそっちの方がお金もらえるとか、ファーマーとかマイナーとかそういう人が、で頭のいい人はなんかこう役に立たないみたいな。へー、なるほどね。まだそういう時期だったので結構バカにされてた。今は結構マーベルとかスターウォーズとかそういうのすごい人気になってるじゃん。だから
こういい意味になってる。詳しい人とかめっちゃ好きな人は多いから面白い。そう、なるほど。こう時代の変化によってね、そうやっぱ変わるんだね。変わるね、うん、そこら辺もなんかちょっと日本と似てるところがあって面白いですね、うん、そう、私も何年前だとオタク、自分もオタクって言って結構ネガティブな反応が来た、うん、ああそうなんだ。いや、オタクはいい意味じゃないよってよく言われる。ああ、なるほどね。自分もプライド持って私はギークだよって。うん。私も言ってた。ああ、そうなんだ。5年前とか。ね、うんうんうん。あ、でもその時もまだちょっとネガティブな感じだぐらい、5年前とかだと。そうだね。まだ。最近は確かにね。そうだね。ポジティブになってきたのね。10年前とか、うんうんうん、オーストラリアにいる時に、ああ、私はギークだよ。なんか、私はオタクだよって言って。うん、日本ギークって言ってたの？いや、ずっとサイファイとか好きだから。ああ、そういうこと。ゲームが好きで。うんうんうん。私オタクだよって言って日本語で、で日本人の相手が、あ、そういうこと、日本語でオタクだよって言って、そう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 、うん、で相手がなんかそんなになんかオタクだったらなんかネガティブだよって、うんうんうん、英語じゃなくて、あ、なるほどね、英語じゃないんだよみたいな。でもまあ、あのいい意味になってきてるとは思う。あ、うんうん、いいね、なってきてるとは思う、うん、じゃあちょっとさらに次ですね、ここまでネルとギークの話で、うん、で次なんですけど、ドークっていう言葉ですね。D-O-R-K、うん、ですね。これなんかまあ意味としてはもともとね、間抜けというか、うん、ちょっと おバカな人というかそんな感じかなと思ったんですけど、これどうなんですかね。10年前だと合ってる。10年前だと合ってる。合ってる。なるほど、うん、今はね、うん、なんかいい意味になってる。なんて言うんだ、可愛い可愛い感じがするんだ、ドークっていうのが。なんて言うんだ、なんて言うんだろう、うん、なんかお前はバカみたいな感じの You're such a dork。 なるほどなるほど、悪口ではないんだね。そう、なんか悪口使ってなんか愛情を表すみたいな、うん、なるほどね、わかる。だから逆にそこが愛しいというか、うんうんうん、なんか可愛らしいというか、そう、可愛らしい感じが、ちょっとボケてるところがあるって感じ。ちょっとボケてる、なんか社会的ってなんて言うんだ、 socially awkward。あ、なるほど。ちょっと不適合というか。うん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 。あ、なるほどね。ちょっと合わない、社会でうまくやっていけないというか。そうそうそう。な感じが、会話も苦手かもしれないけど。あ、なるほどね。なんか、頑張ってるから可愛い、みたいな。一生懸命頑張ってはいる。そう。だけどちょっとうまくいかない感じがある。そう。うまくいかないんだけど、なんか、一応なんか頑張ってるとか。そういう意味でちょっとボケてるけど、一生懸命やってて、うん、天然みたいな。天然もちょっと入ってる。天然も入ってる。なるほどね。ちょっと、まあ、天然でボケてて一生懸命いろいろやってるけどうまくいかない、そこが可愛い、そうみたいな。なるほどね。多分人によって変わると思うんだけど、うん、そういうイメージがある。そう、私の中イメージはなんかナーとギークとちょっと似たような感じで、うん、頭いいんだけど社会的にはね、こう socially awkward な感じがするから、うん、なるほど。なんか自分なりに頑張るか、こう愛情とか仲良くして、うん、しようとしてるんだけど、うん、なんかうまくやってない。可愛いね。確かに可愛い。なんか自分のなんかあることには頭いいとか、はいはい、得意なこととかはあるけど、そう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 。じゃあそういう感じでちょっとドークはこういう感じってことですね。うん、でも調べてみたら、うん、ドークは女性と男性で違うかもしれないって。あー、その意味がね。そうそうそう、なるほどなるほど。女性の方が可愛いらしいっていう、その可愛がってる意味で使ってるんだけ ど、男性はどうかなっていう。あー、そういうことね。男性が使ってる場合にそういう可愛いニュアンスがあるかもしれないけど、うん、まだちょっとその何だっけ、間抜けとか、うん、はい、それで使ってる人まだいるかもしれない、うん、なるほど。ちょっとマイナスネガティブな意味でそうそうなるかもしれないから、ちょっと気をつけた方がやっぱり言葉かもしれないですね、うん。でも言い方で、あ、You're such a dork とか言ったら、安全。ちょっとバカだな、みたいな、ちょっと可愛い、ニュアンスになるっていうね。まあ、だからその言い方とか、うん、まあ使う人によって変わるっていうことかな。うん、なるほど、なるほど。グーシー、such a dork。って言ったらもうちょっと嫌な。そうですね。あいつ本当ちょっともうバカな、マヌケだな、みたいな。あ、You're such a dork。って言ったら、ちょっと天然なんだから、みたいな感じになるっていうことだね。そうそう。なるほど、面白い。ではですね。次のワードは、うん、バン。バン。はい、バン。まあ、バンもいろんな意味があるんですよね。うん。彼ら的にはまず、どういう意味が、バンって聞いたら。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.